こんにちは、翔太です。今回なんですけど、本日ですね、再販されるアマテラスオオミカミですね、こちらのキャラクターなんですけど、まあ、私ですね、一番と言っていいほど好きなキャラクターかもしれないですね。もしかしたらこのキャラクター、まあ、年末年始にですね、私取得しまして、当日かな確かに取ってですね、まあそれからですね約5ヶ月間、めちゃくちゃ使い込んできました。でこのキャラクターはめちゃくちゃ強いともう確信しておりますので、まあちょっと私ですね、今武将の装備、戦役目線で考えた時にやっぱり武将の装備を整えた方がいいっていうところがあって、武将の装備だけをですね整えていたので、1006武将だけあったんですけど、それ以外全くなかったんですよ、装備でも。私ですね、このアマテラスに関してはもう1006にしようと心に誓いまして、今ですね深淵2かっていうところまで、まあ、持ってきていて、ちょっと MR 結晶がたまり次第1006にできるっていう風な状況まで持ってきている。まあ、かなりですね、まあ、強力なキャラクターになっています。まあ、弓章の1006は、まあ、サノーでとりあえず作ろうかなという風に思っているんですけど、まあ、このアマテラスですね、私の中ではもうバチバチにですね、まあ刺さりまして、まあ刺さってない方も多いとは思うんですけど、私はもうめちゃくちゃ好きで5ヶ月間ですねこのキャラクターをめちゃくちゃ使い込んできて、ちょっとこのアカウントは動画用のアカウントで申し訳ないんですけど、まあ戦力もですね4000万台かな、5000万はいってないぐらいだったかなというふうに思うんですけど、まあ、結構ですね使い込んで、まあ、かなり大満足しておりますので、そっちについてですね話していきたいなというふうに思います。まず覚醒に、覚醒じゃない、奥義になるんですけど、アポロ、尊権、朝礼、小規模、アマテラスでバリア崩壊 1.5% で、アマテラス工芸、ハンニバル、鏡、つくよみでバリア崩壊 2% 強いな。で、アマテラス、卑弥呼、核愛、東白で攻撃力と状態性も 3% と。まあ、開くのはむずいっすね。そこはちょっとまあ、私はもう諦めておりますけど、まず専属武器見ていこうと思います。MR の武器が知力レベル ×300、攻撃力 21%、砲術防御貫通1100。UR1000 の武器が知力レベル ×280、攻撃力 19%、砲術防御貫通1000となっています。で、パッシブですね。知力値ですね、武器にあるんで低いのかなと思いきやですよ。パッシブですね、攻撃力 65% と知力レベル ×360 ありますので、知力値のパッシブもかなり高いです。で、HP65%、状態状態性が 75% と。まあ、これ 75% ここにあるのはどうなのって毎回思いますけど、まあ、状態状態性ですね、このキャラクター、まあ、この後神器も続きますので、合計 125% あるというふうなことを考えるとですね、まあ、ちょっと 100% のキャラもなんやかんや多いので、125% っていうのは優秀なのかなというふうに思います。で、知力の2倍分、筋力ダメージをカットと。で、先にパッシブの最後のところを見ると、砲術会心ダメージが 50% と、防止ってやっぱり砲術会心ダメージ伸びにくいっていうところがあります。伸ばせないか、まあ、正確には、まあ、武将とか弓将であれば物理会心ダメージをですね、指輪の伝説神器を鍛えることによって 80% 育成することが、まあ、できるんですけど、まあ、防止はそういったものがないっていうところで、パッシブにあるっていうのは非常にいいかなと思います。で、体力レベル ×300、 知力値の3倍分、攻撃力ダメージカット。で、パッシブ3のところですね、出陣時、知力値の2倍分、攻撃力ダメージを味方がカットできると。で、戦闘終了前で陣技に入って、状態状態性 50% 増加、ダメージ 65% カット、攻撃力 50% 増加と。で、自身が付与した生後状態が解除された時、50% の確率で解除を無視。となっておりますので、まあ、このキャラクター、まあ、バッファーでもないんですけど、まあ、半分バッファーみたいな立ち回りもできるので、まあ、そこでですね、50% の確率で解除されないっていうのはいいところかと思います。で、味方の御風生後は解除されなくなります。で、毎ターン行動前、自身の異常状態を1つ解除することができるんですね。しかも 20% HP 回復することができるんですよ。やばくないですかこれ、毎ターンですよ。で、2ターンの間、御風生後に入るという。で、さらに範囲攻撃のダメージを 25% カットすると。まあ、これもですね、なんかパッと見の印象だとそんなに強くないんじゃねって思う方もいらっしゃるかなというふうには思うんですけど、まあ、それでもですね、ないよりはマシかなと思います。まあ、ここが剥がれないのかって思うところはたまにありますけど、これも優秀だと思いますし、一旦の間味方の組は花言葉聖語にするんですね。まあ、これで一応一回ですね、異常状態を無視することができますので、まあ、一旦とちょっと短いものではあるんですけど、毎ターン毎ターンですね、味方全体に花言葉を付与してくれることで、
味方のサポートをですねしてくれると。で HP 上限の 10% 上回るダメージを受けるたびに2ターン内で加減構成後に入って、まあ、残り MP の8倍とダメージ30から 60% カット、この効果は毎ターン2回まで発動可能となっています。これがですね、まあ、ちょっと剥がれる影光なので、まあちょっとやっぱマーリンとかと、まあ、先日ですね、まあ今再販したら私が欲しいキャラクターでちょっと恣意的なところも入っちゃってたかなと思うんですけど、マーリンですねやっぱり、いないとですね、まあ、影子生後は剥がれてしまうというところがありますので、ちょっと今マーリン私の中ではかなり株が上がっていて欲しいキャラクターにはなっていますね、正直言ってしまうと。まあっていうところがあるんですけど、まあただですね、まあ 50% 解除無視がありますので、まあない、まあちょっと今の環境だとすぐ剥がれるかな、やっぱり。まあこのキャラクターが来たタイミングだとですね、まあなんやかんや 50% 解除無視だけでも、まあ、結構影を持つなっていう風な印象はあったんですけど、ちょっと最近はやっぱさすがに剥がれちゃうかなという風には思います。まあちょっと影子は対策が必要だなと、闘技場においては少なくともちょっと思ってはしまいます。で自身が撃破された時4回まで復活可能なんですね。で復活後 80% の HP を回復して2ターンで漁夫と影子と祝福生後に入ると。で漁夫と影子は、影子の能力はですね、なんか順番バラバラやな。まあ、祝福の効果として攻撃力と回心率 50% 上がりますっていうのと、まあ、2ターンの間の祝福なので2回攻撃を耐えることができます。で影光に関しては MP の40倍のダメージを吸収してダメージ30から 60% カットになりますので、かなりですねダメージカット、これ4回貼ることができるので、まあ、影光としては規模が大きいものになるかなというふうに思うので、まあ、私もですね、まあ、初めてですよ、帽子で書と指輪ですねを、まあ、MR 装備、千円装備を作ろうとしているのも私初めてです。このキャラクターで初めて、その MP を強化しようというふうに、思いました。っていうのはですね、このキャラクター MP のパッシブがなくて、MP が完全に装備依存になっておりますので、最近というかバッファーはですね、わりかしパッシブの中に MP があるので、まあ、それにとプラスアルファ実月とかでまあいいかなと思ってるところはあったんですけど、まあ、このキャラクターはパッシブに MP がないというところで、まあ、ちょっとこの影子を生かそうと思うとしっかり育成はしてあげないといけないかな、育成というか装備作ってあげないといけないかなというふうに思いました。まあ、ただですね、影子剥がれちゃうんで、もう剥がれない影子にするまでは、まあ、影子は捨ててしまうっていう考えもありかなとちょっと思っています。でアクティブスキルですね、結構ですね弱い弱いって言われてますが、私はめちゃくちゃいいと思っています。味方6名を1ターン内で祝福生後にするというところで、味方全体をですね祝福生後にすることができるキャラクターです。まあ、なので、まあ、しっかりですね影光とかで守ってあげることができると、味方全体の祝福を味方全体がですね祝福付与した状態で殴っていくことができるので、まあ、クリティカルもバンバン出るようになりまして、火力も 1.5 倍になるというところでめちゃくちゃ強力です。まあ、ただこのキャラクターは祝福しかばらまかないので、まあ、ちょっと他のキャラクターで血清なり影光なりっていうのは作ってあげる必要はあるかなと思います。まあ、バリアでもいいですけどね。で4ターンの間知恵生後にすると、で攻撃力と回心率 50% 増加で、最大攻撃力が最も高い敵4名に 800% の砲術ダメージと知力値の12倍と攻撃力の 80% で、体力値が最も高い敵を6回手術追加攻撃するというところで、まあ、この体力値が高い敵を狙っていきやすいというところで、まあ、体力値が高いキャラって誰かっていうと、まあ、基本的にはタンクになることが多いかなというふうに思います。まあ、タンクキャラクターを狙っていきやすい性能になっていて、毎回攻撃前 100% の確率で2ターン内で敵を困惑罪悪にするんですが、この困惑罪悪がですねダメージ反射を 100%、減少させることができるっていうところで、まあ、私は当初ですね、まあ、孫権とか、まあ、孫権かな当初は、まあ、をにこの困惑をつけることで反射ダメージをほぼ無効化してですね殴り倒していくみたいな感じで使いたかったんですけど、ちょっと殴り倒すまではちょっとなかなか火力は出すことができないなっていう風な印象は受けましたが、まあ、ただですね孫権にはしっかり攻撃してくれる機会が多かったですし、まあ、今でもですねタンクキャラクターに基本攻撃は飛んでいくことが多いかと思いますので、この困惑生後には罪悪には、特にですね不満っていうのはありません。で毎回攻撃を 100% の確率で2ターンの間敵を流血罪悪にすると、で知力値で勝っていれば状態性を 120% 無視できるんですね。120です。120なんで 100% 状態性みたいなキャラクターの、体制はもう無効、まあ
気にせずにですね、殴っていくことができるというところがとにかくですね強力だなというふうに思っています。で、スキル2ですね。いやこれアクティブスキル1行1行というか1画面で収まるんですけど、私はめちゃくちゃ高評価です。味方の組を1ターンの間祝福生後にして4ターンの間危機生後にすると。で、まあ、攻撃力と回心率 50% 増加で敵の組を2回攻撃、毎回 800% の砲術ダメージと知力値の12倍、攻撃力の 100% ダメージが入ると。で、しょぼーって思う方多いと思うんですけど、毎回攻撃前自身の知力値が敵より高いと必中になる。これがやばい、これやばいです。まあ、私ですね、もう戦役アマテラスに変えてちょっとびっくりしちゃいました、あまりの火力の高さに。まあそれはですね、ちょっとやっぱ私まだ上杉謙信を使っていて、でまあこのキャラクターに乗り換えてたっていうところもあるんですけど、まあこのキャラクターですね、まあ帽子っていうところもまああるんですけど、まああの必中っていうところと、まあ七星と組み合わせてあげることによって結構クリティカルは出していくことができるようになるので、まあ祝福と七星で、まあクリティカルを出しつつですね、まあちょっと今となっては三万罪悪とも組み合わせた方がいいんじゃないかってちょっと思うところはあるんですけど、まあこの必中になると知力値勝負で勝っ、まあ、高い知力値なので知力値で負けることは基本的にないんですけど、知力値勝負で勝っていれば必中になるっていうところで、まあ、これは闘技場でもかなりいきますね。まあ、なんやかんやで弓章とかにも必中で殴っていくことができるので非常に強力だと思います。まあ、ただしですね、2回しか1名に対しては2回しか攻撃することはないので、まあ、そこに関してはちょっと闘技場においては残念な部分ではあるかなと思いますけど、まあ、戦役においてはですね最高の性能になっているので、まあ、最後に 30%HP 回復することができますけど、まあ、このキャラクターめちゃくちゃ大好きです。戦役でも使えるし、ボスもまあ使えんことはないかなと思いますし、まあ、闘技場でもですね、私なんやかんやで一番生き残るキャラクターってアマテラスかなというふうに、まあ、育成しているっていうところもあるんですけど、闘技場においてもですね一番育成できているっていうところが一番生き残るなって見てて思います。であとですね、このキャラクターのいいところはこのキャラクターがバッファーなんですよ。祝福をですねこのキャラクター自前で、付与することができますので、急転現状とかですねそういったキャラクターを用意しなくていいんですね。まあ、しかも毎ターン祝福貼り直すことができますので、まあ劉備の、祝福さえですね何とかしてあげればですね、まあ、自分は毎ターン、祝福に入ることができるというところになっておりますので、基本的には気にしなくていいというところで、まあ、このキャラクターがバッファーになっていることで劉備のコブの重ね書きがですね1枠多くなるんですね。付与できる生後状態っていうのが普通はですねアタッカーと劉備と、まあ、ちょっと首相がですね絶対にスキル1行動してしまうので、あとバフ3つしか盛ることができないんですよ。で基本的に上から言っていくと暴走生後、蓄力生後、七星生後ですね、この3つを付与していく、この3つを付与した劉備のコブをアタッカーにパスして殴っていくっていう風な流れになるんですが、このキャラクターはそこに加えてですね祝福を付与することができるんですね。これ1つ増えるだけやんって思う方も多いと思うんですけど、1つ増えた時のですね火力の伸び方っていうのがちょっと今パート計算できないんですけど、数倍に跳ね上がるんですよ。コブの倍率っていうのが数倍どころじゃないか、に跳ね上がるっていうところがあって、まあ、これ一つだけ増えるだけやんっていうわけ、そんなもんの火力の伸び方じゃなくて、その一つ増えるので今までの3つ分全部より増えるやんみたいな状態に、まあ、言い過ぎかもしれないですけど、まあ、そのぐらいのインパクトはあるんですね、火力の増加っていうのは。なのでこのキャラクターバッファー兼戦役のアタッカーとして使えるっていうところがですね、まあ、とにかく強力かなというふうに思いますので、まあ、正直皆さんにおすすめのキャラクターです。戦役で全然使えるんで、サブ戦役でもメイン戦役でもどっちでも使ってください。めちゃくちゃですね強力なキャラクターだと私は思います。ので、まあ正直ですねかなり5ヶ月経ちましたけどおすすめです、私の中では。もちろんこのキャラクターそんなに強くないと思ってる方も多いと思いますので、まあ、その意見ももちろんあるとは思うんですけど、まあ、私はこの戦役と戦役ボスと、まあ、闘技場のこのバランスっていうのがですねめちゃくちゃ優秀だなと思いました。まあ影子も剥がれない状態にしちゃえばですねガチガチの影子を貼ることが毎ターンできますし、まあ、復活キャラクターなんで本田忠勝とかつけてあげると、まあ HP80% で復活っていうのも 100% で復活になったり、援護生後も 50% 剥がれないものを付与したり自分に付与したりとかできますので、まあそれをするだけでもですねかなり、場持ちは良くなるかなと。まあちょっと武将
ではない帽子っていうところでちょっとホンダ忠敬と噛み合わないところはあるんですけど、まあその状態でも十分活躍はできるかなというふうには思います。まあ、強いと感じたところと弱いと感じたところですね。まあ、当時のメモをですね一応読んでおくと、まあ戦役においてはですね、強いと思ったところとしては戦役ですね、まあ、文句のつけようはまあないです。まあ、もうめちゃくちゃ200個回してます私。で孫権にですねスキル1で攻撃したとき、まあ、タンクキャラクター全般ですね、反射キャラクター、まあちょっとアウグスさちょっと反射ダメージ165あるんで 100% 減らしたとて食らうことは食らうんですけど、まあ、それでもだいぶ、まあ、反射ダメージは減らせているなというふうな印象はあります。で状態状態性無視ですね 120% もありますので、まあ、ここもですね強力です。まあ、困惑と流血はもうがっつり付与することができますね。で毎ターンですね 20% 回復することができるっていうところもありますので、まあ、かなり場持ちがいいです。あの白線とかでもですね毎回回復することができるので、まあ HP 自動回復 20% ついてるようなもんなんで強力だと思います。で味方全体にを花言葉を付与することができるので、まあなんやかんやちょっと最近だと罪悪の数も増えてきたので、まあちょっと当時とはまあ別の意見もあるかなと思いますけど、まあでも毎ターン花言葉を味方全体に付与できるので味方全体が罪悪にちょっと強くなるっていうのはあの優秀かなというふうに思いました。でまあ、弱いと感じたところはですね、まあ、スキル2ですね、まあ、これは戦役ではめちゃめちゃ強いんですけど、戦役以外はですね、まあ、ちょっと、まあ、ちょっと火力が出るだけの必中攻撃みたいな感じに、なっているというところがあるので、まあ、ちょっとここはですね、まあ、残念かなとは思います。で MP のパッシブですねやっぱりないので、まあ、ちょっと影子を作ろうと思うと今の私みたいに1000円装備を目指さないといけないっていうところがあって、まあ、私も初めて1000円装備、帽子で揃えようとしているっていうところではあるんですけど、やっぱりその装備のランクが上がるごとにですねものすごい MP の量っていうのは上がっていくなっていうのは実感しております。あの1000円はちょっと行き過ぎかもしれないですけど、1000円まで行くとちょっとパッシブの MP の上昇分なんてあまり気にはならなくなりますね。正直なんかほとんど装備で MP 作っちゃうみたいな感じになるかなと思います。でこのキャラクターですね罪悪状態は普通に解除できちゃうので、ちょっと困惑罪悪ですね付与めちゃしやすいんですけど、あの付与した後ですね孫権とか、まあタンク、まあ、他の、まあ、復活のタンクはどっちにしろなんですけど、孫権みたいな致命ダメージ無視のタンクキャラクターですね、困惑付与できるんですけどすぐ剥がれちゃうっていうところも残念だなというふうには、まあ、思いました。っていうのがですね初回に思ったことで、まあ、しばらく使い込んでですね、まあ、思ったこととしましては、まあ、やっぱり戦役ですよ。戦役においてはですね、まあ、これスキル2必中クリ、まあ、クリティカルは必中ではないんですけど、まあ、必中というところで、まあ、しっかりですね、コブの、重ね掛けっていうのをしてあげることによってもう火力ですねめちゃくちゃ最高です。まあ、逆に、七星と七星祝福暴走蓄力ですね、の4つの生後状態からコブの重ね掛けをできないのであればちょっと火力そんなに出ない可能性はありますので、ちょっとそこは気をつけていただきたいなというふうに思います。まあ、火力を作った上でですね、まあ、このキャラクター、まあ、祝福は乗っているんですけど他のですね七星とかそういったバフをですね、まあ、私闘技場では乗せるようにしているんですけど、そういうのを乗せた後にスキル1で、まあ、タンクキャラクターに攻撃していくと、まあ、結構火力は出していけるかなというふうな印象です。で、まあ、毎ターンですね異常状態解除しつつですね、回復できる花言葉付与できるっていうところもまあ強力で、まあ、毎ターンですね祝福をですね、スキル1スキル2を打つターンっていうのは祝福を張ってくれるので、まあ、この祝福ってもちろんですね、火力を上げてくれるっていう側面もあるんですけど、あのそれ以外に1回攻撃を無効化してくれるっていう側面もありますので、まあ、全体の耐久性ですね、まあ、かなり強くなってきたかなというふうに感じています。で、ちょっと一周回ってですねこのキャラクターに本田忠勝をつけようかなってちょっと最近思っていますね。ちょっとポセイドにつけていたんですけど、もともとは私の考えでは九天玄女にあの稲葉ウサギの決意聖護ですね、を連携スキルでつけてあげて、九天玄女が決意聖護を解除されるまで、まあ、ポセイドンの、援護聖護は守られているっていう風な感じで使っていたんですが、まあ、ちょっと最近ですね、まあ、オーディーンとかを筆頭に全解除のキャラとかもバンバン解除してくるようなキャラクターっていうのが増えてきたっていうところがありまして、まあ、決意聖護別にあの普通にポロッと剥がれちゃうようなものになりますんで、それで援護聖護を守るよりは、まあ、こういったですね 50% の確率で自身が付与した生後状態を
解除無視することができるようなキャラクターに、まあ本田忠勝をつけてあげた方が活躍できるんじゃないかなと思って、ちょっとまあ昔は使ってたんですよ、本田忠勝、このアマテラスに使っていたんですけど、ポセイドンが来て、まあちょっとポセイドンの方がいいやと思って乗り換えたんですが、ちょっと今の生後感解除環境になってですね、まあ、ちょっとこっちに戻そうかな、まあ、あるいはちょっとスサノオにつけようかなとは思っているんですけど、ここはちょっと迷っています。でまあ、まあちょっとやっぱりですね、弱いと感じるところはいつまで経っても、まあ、スキル2ですね、まあ、これちょっと闘技場ではやっぱりどうしても弱いのかなというふうに思ってしまうので、まあ、そこはですねちょっと分かった上で使っていただくのがいいのかなと思います。やっぱりどうしても範囲攻撃1名に対しては2回しか攻撃しないというところがありますので、まあ、そういったところそこの部分だけかん、まあ、ちょっと抜き出してしまうとですね、まあ、例えば4回致命ダメージで復活するようなキャラクターよくて 2回しか攻撃することができないってことを考えると、まあ、そこはですねちょっと弱いのかなというふうにはどうしても思ってしまうので、まあ、あくまで戦役のおまけで、闘技場でもガッツリ使えるっていう風に、まあ、考えていただきたいなという風に思います。まあ、私はですねこのキャラクターを取ってもうほとんど後悔してない、まあ、っていうか全く後悔してないですね。取ってよかったなって毎日思いながらですね、もう朝起きたらアマテラス取ってよかったなって思ってないですね。それは言い過ぎましたが、まあ、それぐらいの勢いでですねアマテラス大好きなキャラクターなので、まあ、ちょっとあんまり人気ないのは、まあ、把握しているんですけど、人気ないのかな、本当に人気ないのがちょっと表に出てるだけかもしれないんですけど、私はこのキャラクターもめちゃくちゃ大好きなキャラクターなんで、まあ、もしよければですね、取れる方は取っていただいても、戦記キャラクターなんで、まあ、ちょっと無理してもいいかなと私は思っていますんで、まあ、もしよければ戦役ですね、まあ、優先に考えている方、私みたいに考えている方はぜひ取っていただくといいかなと思います。もちろんですね闘技場メインなんだって方はもう取らない方がいいかなと、まあ、闘技場も強いですけどね、耐久性能が私の中ではかなり、強いなというふうに思っていて、スキルには弱いですよ、弱いんですけど、スキル1と、まあ、スキルにもなんやかんやで火力は出していくことができるんで、まあ、結構致命ダメージは全体的に与えてくれてるなっていうところはありますし、まあ、耐久もですね影光、まあ、剥がれなければ影光でしっかり耐久も作っていけて、まあ、深夜装備まで私ちょっと作ったんで MP もですね5、60万ぐらいある状態なので、まあ、影光1回貼るだけで、まあ、それだと500万ぐらいか、まあ、回復を1回貼るだけで、まあ、500万ぐらいの疑似 HP が作れたりだとか、まあ、復活するたびにですね、うん千万の、2000万とかか、の、まあ、疑似 HP を作れたりとかして、まあ、影光が剥がされなければ耐久も十分に、十分にというか、めちゃくちゃあるキャラクターだなというふうに、まあ、私は今でもまあ思っていて、もう毎日ですね、ありがとうと思いながら使っているので、まあ、もしよければ使っていただくと嬉しいです。これで今回の動画は以上にしようと思います。これからも放置少女の動画を上げていくので、メンバーシップの登録、X のフォロー、高評価、チャンネル登録、スーパーサンクスよろしくお願いいたします。